悲願の天下統一を果たし、264年もの長きにわたる太平の世へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えた徳川四天王とその家臣、激動の現代に6人の戦国武将が家康公のふるさと岡崎によみがえりました。現代のエコ社会にふさわしい紙製甲冑を身にまとい、来て見て一緒に踊る来場者参加型のパフォーマンスがグレート家康公青い武将隊の特徴です。皆様との触れ合いを大切にし、家康公や岡崎の魅力を広く発信しながら、家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えていきます。それではグレート家康公青い武将隊の皆さんです。自己紹介しよう。はい、雨の中やってまいりました。我々は家康公が生誕の地岡崎にて活動しております。改めましてグレート家康公青い武将隊と申します。平日は岡崎公園にておもてなしをしておりまして、土日祝日は今のようなグレート M なるものを行っております。岡崎公園、岡崎城、そして徳川家康公の魅力を全世界に伝えるべく活動しております岡崎学校 PR 隊でございます。どうぞ
よろしくお願いいたしますね。もう近い怖い、圧がすごいね。転ばないからもう。エアチの転ぶようにちゃんと拾えるようにしてたんじゃないですか。大丈夫、もう転ばないから。わしの優しさでしょうよ。すごく大きなステージでエアチのが何か分かんないけどしているけど、わしの優しさでしょうよ。優しさでしょうよって言ってのね。じゃあその優しさを今日来てくれてる客人にも改めてこのお祭り自体でも言おう、見ていただきたい。ということでまずはこの言葉から。第70回名古屋祭り開催誠におめでとうございます。70回と本当に健康に恵まれなかった。そうですな。なんでさっき本当にやんでたんですけどね。ちょっとやんできました。どうもちょっと軽くちょっと、はい、あ、いいじゃない。そうですな。今です。今もうちょいもうちょい前披露したら、はい、だんだん上がってくるかもしれない。そうですな。ああ今が後期でございます。晴れやかな。あ、でも反動、はい、半蔵に関してはこの名古屋祭り自体が初めてじゃろ。そうでございます。この終わりの地にて服部半蔵またしげ初めての、ね、名古屋祭りでございます。69回があったから70回がある、70回があるということは71回もあるということでございますので、今後ともグレートやすこを見せてよろしくお願いします。あ、もうみんな何言ってるか分かんない。熱い気持ちがたぎりすぎて、あの当たり前のことをずっと言ってたし、はい、ありがとうございます、ね、70回おめでとうございます。そうね、はい、めでたいこの名古屋祭りのね、はい、盛り上げるべくわしらこの前披露するし、はい、前だけじゃなくてわしら拠点もあるわな、二八郎。はい、拠点ございますよ。あのこのなんすか、あの歩道橋歩道橋はだってなんすか、あの歩道橋は違う、歩道橋ですよね。歩道橋ね、歩道橋ですよね。歩いて渡るのあっちですよ。歩道橋じゃないか。分かる、歩道橋の説明はええ、歩道橋はみんな分かる。はい、あの歩道橋を渡っていった先にね、はい、まあ、最初見えるのはまあ飲食のいろいろございますと。そちらではなくこちらの道路側ね、はい、どっちですか、西側ですかの道路沿いの方にまあ我ら武将隊コーナーといってありますな。あのね、いろいろブースがございますので、はい、そちらで多少グッズとかも売っております。そうじゃな、はい、そこでしか伝えられないちょっとしたお話なんかもあるんじゃないかと。おお、ないかもしれない。ないの？一回来ないと分かんないです。だから一回来てみよう。あるかもしれない。来てみようということで、そうだな。あのちょっと雨も降っておりますけど、ぜひとも遊びに来てください。はい、お願いいたします。はい、今日一日みんなで盛り上げてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、改めてわしら、一緒に踊ってとかっていう体験型のみたいな感じになってたけど、はいはい、雨だから、あの体験させるとみんな辛いだろうから。関係ないですよ。皆さん、傘なんて通ってください。みんなに強く行くな。わしらずっと喋って終わるぞ、これは。そうだよ、だから。なんでですか、わしら。もう一個大披露して、みんな、はいはい、気持ち的に盛り上げてもら、ね、盛り上げてもらって、晴れやかな気持ちで。わしら傘差してないのに。わしらの上は屋根がある。ちょっと言わないでください。やろう、雨の中頑張ってるやろう、やりましょう、この何やりましょう。みんなごちゃ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 何踊ろう、はい、踊ろう、はい、早くわし誰も家臣が敬ってくれない。これわしは敬っていい、もう今始めるからもう始めるための今進むんだから。わしははい新武士ソードいざ出陣。
ありがとうござったー、ありがとうござったー、ありがとう。雨降ってきて傘もさして、みんな手下がってんのに、もう手拍子も一緒に頑張ってくれてありがとうな。こうやって傘持ちながらありがとうございます。これね、ふさわないさ、こんなんでもいいからさ、最後はさ、みんな時の声ありがとう、手振りでありがとう、ありがとう。なんか急に手を振る時間になりました。ね、じゃあ今みんな手振ってくれたら、ね、手振ったら手振ってくれたということで、もうちょうどいい練習になった。最後はみんなで勝ち時を上げて締めよう。出た勝ち時だ、ストレートと言うならえいえいおーと、みたび時の声を上げるぞ。大丈夫、動かさなくても声だけでも大丈夫じゃん。ガッていこう。ガッとね、喋りすぎて一曲やらなかったけども、あとはね、岡崎公に来てください。お願いいたします。お主らだよ。よし、では皆の主、拳を掲げよう。さあ、皆軍者、皆軍者、ここに集う神奈のご健勝、ご多幸、そしてこの第70回名古屋祭り、大いに楽しもうぞ。勝ち抜きじゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうござったー。